やるか。うんこくさいじゃなくてヘンダーランド。ヘンダーランドの大冒険。何が？何が何だか何でかみじゃねえよ。嘘だと思うならちょっとおいでで有名なあのヘンダーランド。しんちゃんは幼稚園の遠足でヘンダーランドに行きました。あ、そうそう、なんかね、おったらね、園内をうろついているうちにサーカス小屋に迷い込んでしまいました。そこで悲しげな目をした女の人を見つけたのでした。まあいいか。ガラスに閉じ込められたメモリミモリ姫に見とれていると、プリンプリン、サーカス団の団長クレイジーマッドが現れました。クレイジーマッドね、はい、そう、クレイジーマッド、クレイグレート、クレイジーマッドがしんちゃんを追い出そうとしたとき、人形のトッペママペットが本当のことを教えてくれました。あ、おったな、こいつ何まあこいつのことは、まあグリーンパペットって呼んであげる。グリーンパペット、あ、ほら、オカマ魔女の手下の怪物たち、やだなー、もうおじゃ魔女の友達だから、おじゃ魔女の友達だから、オカマ魔女、オカマ魔女、オカマ魔女のね、オカマ魔女、響き最悪だよ。この男だって狼男に変身するのよ。狼男、狼男だよ、それ本当に。クレイジーマッドは正体を表し襲ってきます。マジで。トッペマは強力な魔法が使い放題のすげーな、すごいですよ。あー、出たー、すげーな、すごいです、すごいです。しかしもう一人の手下、あ、チョキリール、チョキリール、チョキリーヌベスタからしんちゃんを守ろうとして呪いを受けてしまい、トッペマは夜の間しか行動できなくなってしまいました。ああ、そんなだった、ああそんなだったな。そしてその夜、しんちゃんの前に再び現れたトッペマはしんちゃんに言いました。僕とけ、どうしました。ヘンダーランドは一見遊園地だけれども本当は他の世界からやってきた悪いオカマジョの騎士なのよ。オカマジョってね、オカマジョ、新用語作っちゃったけど、私一人の力ではオカマ魔女を直せない。ポポリのペーペルと、はい、ピリカピリラのね、なんかもうなんか、お願いしんちゃん、このトランプを使ってお願いで、一緒にオカマ魔女たちと戦って、トランプってことだよ、50トランプだもんね。リリカルとか、ほら、ほら、なんか嫌だな、怖いもん。確かに、嫌だ、俺も嫌だ、君だよ。しんちゃんの弱虫、オラオラ弱虫だもん。いいわ、もう頼まない。会ったばっかりの子に大変なこと頼んでる私がいけないのよね。さよなら。なかなかハードが出ます。あのね、ヘンダーランドはね、怖え。悲しいけどこれ戦争なのよね。トッペマがしんちゃんに預けたすげーな、すごいですのトランプ。おお、このシーンみんな懐かしいな。あのね、あの、確かね、お風呂のシーンがむちゃくちゃ怖いんだよ確かそのトランプを奪うため、しんちゃんはすげーな、すごいですのトランプを使い、アクション仮面カンタムロボブリブリザイモンを呼び出しました。なんか燃えるぞ、うん、そしてスノーマンパワーを追い返しました。おそ、このシーン、ヒロシとミサイは再び現れたスノーマンパワーによりヘンダーランドに連れ去られてしまいました。あ、えらい不気味だな、このシーン。むちゃくちゃ怖いね。しんちゃんはヒロシたちの人形に襲われ、そこへトッペマが助けに来てくれました。あ、結局言ってなかったのね、トッペマそんなことないよね、あなたいつも裸ね。そんなことない、血圧だしけど、そんなことないよ、ね、主に裸なのは下半身だからね。そう、下半身だけだから下半身だけフルで多分無事よ、奴らの狙いはトランプだから。あ、それでさっきのポーカーのシーンが出てくるわけ。あー、なるほどね、人質みたいなものだもの。ほらほら、父ちゃんと母ちゃんをお助けに行くぞ。でもなんかこのシリアスなんだけどな。シリアスだな、シリアスだな、シリアスだけどしんちゃんだもんな。焼肉ロードとかと比べるとね、もうあれはちょっとね大好きだけど、あれしんちゃんはトッペモとヘンダーランドに向かいます。イエス、オカマジョたちの魔力の源、ジョーカーのカードをヘンダー城のステンドガラスにかざせば、サイクロン、オカマジョ、マカオとジョマをやっつけることができます。2人もいんのかよ。おったじゃん、2人おるだぞお前ダブルオカマ、2人で1人の、うん、オカママジョ、オカママジョ、そうはさせじと追いかけてくるマカオとジョマ、地球の運命をかけた追いかけっこの始まりです。あ、終われるんだ。
あれうるせえやつら、何でもない。ってってあれはあの地球の運命を決める鬼ごっこだもんね。アライブ。よっしゃー来たぜ。ん長いぞ、長いぞ、結構長いぞ。ん長いステージをマカオとジョマの攻撃をかいくぐりながら、あマジでそういうステージ、あ俺のつくね、どうにかこうにか上まで行くと。はい、よーい、あそこに行けばマカモマ城をやっつけることができるんだぞ。音楽がパリパリジョナジョナマカマカオとジョマ氷、どっちがどっちか俺知らないけど、これさっきの狼男の人だ。10点うぜえ。じゃ結構顔すっとる、顔すっとる。多分今父ちゃんと母ちゃん封印されてるよな、使えねえと思う。あいる、あいる、あれお前だ。あそれはあその辺は、まあ、強引にショートカットした。わショートカット、ちょずりずり、それはあ10点あずれあああぶねえ、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 ナイス判断だ今の。10点ナイス、10点でしょ、なんでしょ。足まで使ってこい。あ結構、あ坊ちゃんが、坊ちゃんが、坊ちゃんがひでえ、お前重要っぽいと。お前坊ちゃん、坊ちゃん呼ぼうぜ。じゃんじゃじゃん、終わるとるのに。断念、え何もない系ですか、これ。あじゃあほら、これ 道間違えましたもん。下下下、聞こう聞こう、坊ちゃん坊ちゃん。オーケーオーケー、あおお、カエルになれて。カエルになれないと危ないと。あここに来るまでにカエルがないとちょっとやばいと。おう、あえ、あカエルの服、それがあれば右側に進めるよ。ないと左側しかいけない。さあそうなんじゃね。あまた、あ間違った間違った間違った、あお前それもうフラグだ、 R ボタン押すんじゃねえのかって思って。間違った間違った、ちゃんと俺使いますよ、使いますよ、ちゃんとちゃんとやろうぜ。これカエル苦手で、こういうパリパリジョナジョナ、パリパリジョナジョナしようじゃん。あんまりだろう。あもう使えない、もう使えないぞ。ブランブランだぞ、怖え、これブランブラン、伸ばせるよ、下聞こえない、どっち君だ、俺じゃね。あ、カード23、あれ随分と、まあ、あ抜けられる、ゴールが近づいたよ。うおぉ怖え。とりあえずもうそのカエルさんよくね、アドベース下に一回止めに動き、まあ、それで無理なの。あ、何気に体力増えてる。ふぅ、いやもういいや、これ帰るしましょう、帰るしましょう、このステージはもう帰るよ。じゃんじゃじゃん、おぉおまぁ、ヒロシ、ヒロシ普通に戻った方がいいだろう、ヒロシが。もう帰る戻り、帰る戻ってるじゃん、帰るに帰るから。ヒロシ、ヒロシゴール10年10年、無理してないっすよ。早かったね、随分。しんちゃんはステンドガラスにジョーカーのカードをかざしました。え、これで終わらないよね、これまで終わらん。ジョーカー、あ、おい、見えよ、お前一回マカオお兄ちゃーん、イビネルってな、あーあー、するとマカオとジョマ封印されました。シュールだな。トッペママペットはオカママ女に閉じ込められていたメモリミモリ姫の分身でした。マジでマジで、マカオとジョマが消えてしまったことでメモリミモリ姫も自由になり、はいはい、スノーマンパーに姿を変えられていた、はい、ゴーマン王子も元の姿に戻りました。なんという、ゴーマン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 、マンゴーなのか、それともゴーマンなのか、どっちだろう、ゴーマンじゃないかな、かけてんじゃない。こうして地球の平和は守られ、ゴーマン王子とメモリミモリ姫はヘンダーランドごと自分たちの故郷に帰り、結婚して末永く幸せに暮らしましたとさ。決まった、あ、あ、あ、え、え、じゃあそういうことで、あれショートカットないときついんじゃない、おしまい。早かったね、早かったね、ショートカットがないもん、したもんでじゃない。 おかげさま、すいません10分経ってないです。おかげさまで来場者数が倍増です。短かったね、いや本当に素晴らしい素材だ。素材って
いやいや素質です、そう申し上げたかったのですよ、ははははははは、我がシネマランドの広告塔にふさわしい、あ、急に世界主義だ、あ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 、今隣のトドロのあれなんだけど、お風呂のシーンなんだけど、あ、なるほどね、ああ、あ、ごめん、ごめん、マプレスだね、これ、あ、はあ、どうも、ところがギッチョンって言わんだ、そこは、いや照れますな、矢島さんは、矢島さんはあの頑張らないで、あのリリーナピースクラフトとかやってるから、ライオンライオンジャスラン、どうぞ引き続きお楽しみください。またカウンター上の渡り廊下にございますミニゲームルームにも新しいアトラクションが追加されました。そんなんあったっけ。こちらもぜひご利用ください。私はまだ準備がございますので。ミニゲームあったかもね。あれが風間くんに見えてさ、それデータ1や。難しいで頑張っております。難しいだな。でも体力増えたから割といけんじゃねえの。よし、どうする。いや、ごめん、続けさせてよ、続けさせてよ、不完全燃焼だよ、不完全燃焼。うわ、温泉が増えた。おお、しのぶちゃん。違う違う違う、もうスタンプ集まった。しのぶちゃん、しのぶちゃん、おお、おお、こんじゅうこんじゅう。なるほど、七子お姉さん、嵐だ、嵐を呼ぶジャングル、嵐、嵐、ここら辺になってくると記憶に新しくなってくるこっち側に新しいっつってもな、あれ、ここがミニゲームコーナーか。あがひめ、あ、豚のひめ、あ、あがひめ好きだよ、豚が、あれ、あ、これだろ、やっぱり、ね、え、ここで生まれちゃうじゃん、暗黒たまたま、ここで生まれちゃうもんね、あのコントローラー差し替えね、今に入れればいいんだよね。あ、なるほどね。すいません、だって、だって、お前、紹介料だな。まあいいけど、じゃあパートで分けるか、パートで。後でしょ、だって俺さ、雲国戦の時結構介入したからさ。昔あー、あったね。たまゆら、たまゆら、たまゆら、ゆら。ゆれが力が湧いてくる。長男ロース。サンバラメだ。誰？2番選べたんだっけ？なんだっけ？ベルモンドとかおらんかったっけ？なんかベルモンド違うよ。お前らのテンション中いっぴなんだ。優れた霊感で人々を悪霊から守ってきた。アホじゃん。アホじゃん、完璧。おうちひどいもん。タマユラ、キトトスとタマヨミと呼ばれる2つの種族がいますだ。タマユラ、タマヨミ、2つの種族は協力し、凶悪な魔人ジャークを、いや、ハニワに封印しました。ジャークをハニワに封印しました。それから時は流れ。タマヨミ族の子孫はジャークを復活させ、その力で世界を支配しようと企んでいました。こっからひまわりが、岡間さんに。ジャークの魔力が封じ込められた玉を、あ、ジャークの玉ね。タマヨミ族から奪いました。ジャークの玉だね。ジャークの玉。しかし、綺麗な宝石の好きなひまわりがその玉を飲み込んでしまったのです。テンション上がってきてよ、こっから。玉読み族の血を引く超能力者ヘクソンはこいつ強すぎなんだよ。玉を飲み込んだひまわりを狙って襲ってきました。ゆきなり最強でしょ、ヘクソンって。正直、うん、あ、強かった人だ。しんちゃんたちは力を合わせてひまわりを守ろうとしましたが、ヘクソンにはかなわず、ひまわりはさらわれてしまいました。あ、なるほど、ね、敵の思考が読めるっていうチート能力好き。しんちゃんたちはひまわりを助け出すため、ジャークを復活させる祭壇の置かれている玉読み族の本部ビルに潜入します。そっから始まるのかな。どっからだ。そっからか、そっからか。おお、いきなりこれ、え、ひまわりおらんってこと。痛い痛い痛い。あれだ、高橋留美子作品にいそうな方じゃん、だってあれ。言っちゃいかん。思っても言っちゃいかん。ネズミ、ネズミ、ネズミ。おお。いや、俺的には受けてくつもりだったんだけど。向こう側だったね。あ、なんか思い出しつつあるな、俺今。あ、この人ね、結構長そうだよ。とりあえず上の方じゃない。まあそうだろうね。おまた来たかい。いやね、俺カエル嫌いなんだって。でも基本変身この4つだよ。マジで、マジでブラブラーン。え、これは右かな。
ゲーじゃね、もっといけなかったじゃん。ベルーンベルーンマジで多分何かがあるな。チッ、しょっぱかった。よいしょ。ブラー、危ねえ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 。あ、これはあら、違う違う、補給しとけよ。補給だね。コレクションナンバー28。いつものラーで行こう。まあ、いつものしんちゃんで行こう。またか。広しゲージちょっと貯めとかんと。お前最初のやつは使うんじゃない。最初のやつ使うんけど、靴下方も使えなくなるでしょ。あ、ここ。あ、ちょっとメットホールみたい。メットホールがいる。あれ、あ、聞かない。いや、アクションビームよ。スカって出てる、スカって。あ、ゴーちゃん、マジで、わたあめ。わたあめ、なんかわたあめって、白のあれ。あー、はいはいはい、白のわたあめ。もうあれなんじゃないかとしか思ってないけどね。ないまあ、孔明にやられたというわけで。あって損はないんだろ。タフすぎて損はないっていう言葉があってたね。てってってって。なんか無に補給くれるの。なんかうんこくさい、うんこくさいじゃねえよ。マンゴクタマトマどんなストーリーだったかってことは全くなくて、あんまり。タマユラ、タマユラ、タマユラ、ミュラ。触れば力が湧いてくる。画面端、お、ちょっと待って、今ちょっとひまわりちょっと公開してる。あ、いや、うざい。この子がちょっとやべえ。邪悪の魔力はどんな兵器より強い。世界は恐怖と闇に包まれる。タマは絶対、タマは絶対、タマは絶対。難しいだよね。難しいだ、難しいだからね、これ。ラ、おどっちだい。俺は左に行く。せっかくだから。俺はやめろやめろ。上にねねちゃんおるぜ、ねねちゃん。間違えた、いつも間違えた。間違えた。あ、もう。ちょっと今のは。ミスた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 。父ちゃん父ちゃん。じゃんじゃじゃん。お、クレーン。この辺りはカエルフックが多いので、いろんなところへ行けるかもしれないわね。あ、だから嫌なんだけど。こっちも左は何かあるのかい。あ、カエルフック、カエルフック、おお。ブランブランブルン、ブランブラン。だいぶなんか慣れてきたよね。でもそれそれ重さが足りないじゃん。なるほど。おお、頭チェンジした。ほう、ちょっとナイス。待って、今ちゃんとナットついとったよね。ああ、そういう細かいね。クレクションナンバー29。この絵だってこのビルのシーンあんま印象にないんだよ。だってすぐエレベーターで上がっちゃった。上がっちゃったもん。たつか、どっちかというと他のキャラが足止めしてってくれたけどね。足止めを止めてくれたもんで、ね。てか。暗黒タマタマってキャラクター多いよね。人多くて、ね、ゲストキャラが。だって撃ちたい人いたもんね。あの警察の変な人。ああ、おる。あのクレヨンしんちゃんの映画において珍しい、全然役に立たないタイプの。役に立たない。役に立ったよ、最後でも。最後撃ったよ。一応ね、当たったよ。あの人結構あれね。さ、どうやって。前なんだろうね。前どうやって撮るの。お、普通に撃った。え、上。お。玉読み族の用心棒佐竹はひまわりと仲良くなったため、いい人いい人、俺この仕事向いてねえ。悪いことをするのが嫌になり、ひまわりを連れて寝返りました。しかし戻ってきたひまわりの体の中から封印の玉はすでに取り出された後でした。はい、みんなはジャークの復活を止めるため祭壇に向かいました。あ、ちゃんと一応いる。あ、言っとったね、本当にこのくだらない世界を作りたいと思うんだ、言っとったね。私を倒してみせろ。強いんだよ。さあかかってこい。歌って倒す。私をもっと楽しませろ。燃えさせろ。
いつは強いな。人の頭の中読めるんだ。だから何をやってもかわされちゃうんだよ。来るか来るかで私たちがやつの重要さ。あ、おかも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 。しんちゃん、その間に攻撃してね。攻撃を子供に任せるあたり。たまゆーら、たまゆーら、たまゆーら。あら、おる。おばさんおるの。聞いてねえ。スカってなってるよ。たぶんたぶん。あ、いたいたいた。今今今。多分こいつ強えぞ。おお、入った入った。オッケーオッケーオッケー。サポートしてくれるもんで、その時に、で、あの刑事さん何してんすかね。たまに言ってくれるんじゃない。あ、前二たしね、あいつ。ジョージ構えてっけど。あれこれカエル意外といけんじゃね。このステージカエル万能。万能セクシー。おーいいね。おじゃ待って、あれえ、吹き飛ばされるあれに当たってない、さっきから俺もしかして。おーいい。おおマジか。いいカウンターが入った。いいカウンターが入ったカエルじゃん。俺カエルでいくよ。マジで。あうやばいよ。おおみんなアクションビーム早いんじゃないか本当に。おうおうよっぽど。あぶねえ。おおひまわりひまわり寄り添いながら。クソイライラしてきたぞ。ちょちょちょ、一回よし一回よし一回よし。こいつは強いぞ。やる。ちょっとね、ビタビタビタしちゃった。いや、ひまわりないよ、なんもないよ。おりゃこうする。こう待ち待ち待ちの飛ぶ。おおおうおう、さすがだわ。これ打ちます。もう待ち待ち待ちジャンプ。あぶね。待ち。ここはもう今度こう行く。え、今の感じに何か意味があった？ないよ。まあ一応ねんで。おうおうおう。これ待ち待ち待ちジャンプ。痛い。はい。なるほどね。道を示してくれた。何発入れりゃいいのか知らんけど。だってもう6回ぐらい入ったでしょ。だってあっあっあっ、終わらせやがった。終わりやがった。痛い。こいつ走ってるぞ。メシくるよ。お前の弱点を。そうです。滑りに弱いっていう。脇が弱いのよ。そこはダメなのよ。そしてこの顔であれ。脇は弱いのよ。デュエットやって攻撃して。ヘクソンをやっつけ、せっかくやっつけたのですが、しんちゃんがやってくれます。復活の玉をハニマにはめ込むジャークを復活させてしまいました。ジャークジャーク来た。これでデメタシデメタシだよね。何聞いてたの。いや俺結構覚えとるな、セーフ。ハニマから光が溢れ出し、その後には怪しい人影が。あ、来てよ、アメちゃん。来たー。来てよ。なんでこうなっちゃった、アメちゃんのターン。私が言うてたのは、お前たちか、何のようだ。最初は低かったよね。いや、呼んだのは私ら、お前の力を借りたい。もうちょっとやだ、信じらんない。こいつは昔私をそそがして、悪いことさせたやつにそっくりじゃん。はい、来たよ。やったよ、来たよ。違う。なんでおかまなの。ですよね。1000年以上もたまったはず。いや誰だっておかまになるわ。分かりきったことを聞かないでよ。おバカ。悪いけど私あんたよけ立てないわ。そう、賞味期限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 だもん。背中見せながら。マジマジネタすぎる。ここらへん
マジで、おいおい、早く使わなきゃダメよ。今のただのおかま、残念でした。なんでそういう。で、ここで。何度も死ぬ思いをして。おかまのマジ。言うな、うまいこと言ったつもりか。いやー、デブたし。あれあれ、もうワンシーンあるはずだけど。あー、デブたし、デブたし。え、あれ、もう、あれ、もう、あれ、俺の時、まあまあまあね、まあね、まあね、まあ、この後、映画でも見ていただければ、まあ、うん、まあ、ツタヤ等々、DVD でやってると思うんで。ね、まあ、いい感じじゃない？あの、どっちやりたいですか？温泉か、豚のひづめか。温泉か、豚のひづめか。か、あと、嵐を呼ぶ。あ、嵐もあるね。まあ、順番順々に、まあ、順番でいいんじゃない？順々に行くの、うん、温泉は係に任せるってことでいいですか？あ、いいっすよ。もう、もう、ちょ、とりあえず、とりあえず、番組的にはまあ、一回。一回行きましょう。一回よく。はい。はい、あ、なんだかんだで、スピードクリア。あの、ボス以外にはスピードクリア。ヘクソンさんに苦戦してたけど、ヘクソンさんは強かったな。ヘクソンさん。まあ、さすが。まあ、さすが。心読める人だけあって。ねえ。まあ、ちょっとあのね、オカマっていう、お前の飛び道具があったけどね。オカマっていう。オカマにやられるっていう。結論、オカマが強いってことでいいのかよ。オカマは強いんじゃねえの、やっぱ。たまゆら、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 ゆらって違うから。幽霊は違う。もう一つ歌ってね。たま絶対がえ。あ、なんかもう一回、もう一回一通り見ようかな。あらあい。いや、全然いいこともダメじゃねえ。もう、はい、はい。慰め、包んで、そして。ごめん。現場が一部混乱しておりまして、はい、誠にご迷惑をおかけしております。次回クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶシネマランドの大冒険、お楽しみください。